作よろしくお願いします。お願いします。はい。演技を褒めて褒めて褒めまくるということで、どうする家康第26話いきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、お願いします。はい。今回は大接待大会でしたね。いやー、私もだいぶこう家康様ちょっといろいろ変わり、変わってましたね。ねうん。かくって変わったね、やっぱね。 そうですね、前回ちょっとねあれだったからなうん<ー>閉じてますねそうだったね、はい、も,うもう完全に閉じたねはい,<ー>いや,やっぱ閉じてくるとちょっと怖さみたいなものが生まれてくるというかまあ相手からの影響がなくなるからねそうですいやそうですよね ちょっと老練になったというか、いやー、ちょっとまあ楽しみですね、これもね。いねはい 2>、はいえー、2分、はい、2> 家康さんとか親団の、まあ、あのー、ね、幸福を受け入れる,入れるかどうか受け入れないっていうところでね、あの武田がもうすぐで、ね、うん、落ちそうっていうところで、もうね、うん、みんなもう、幸福してきましたよっていう、で、普段だったらね、家康さんたちはきっと徳川家はね、 うん、あのよし、じゃあ、まあここまでにするかっていうところだったんだろうね。うんえー、なんだけど、こう、イヤさんがね、あのー、いや、ね、信長さんのままにしようっていう、だから、うん、静かだけど、絶対的な行動だよね、これね。そうですね。あだ強い意志のある交流になってましたね、いい演技でしたね。うん、うん そうですよねこれいや強い強い行動ですよね有、ね、無を言わせぬ何かっていうところでしたね<ー>うん,なんかか、ね、こ,ううこういう会話の余地を入れなかったもんねいやそうですね<ー>そうこれまでとは全然違うところですよね,ねそうだよね家臣、うん、団とやり取りしながらなんかこう決めてっていうところが。 ちょっともう全然違う選択というか行動というかをしてるっていうところですね。ねうん、はい。で次が17分。えーはい、家屋さんが家臣団からこうね、あの、武田軍がね、武田の大将があのね、うん、勝頼が。まあ、ね、あのー、報告を受けるところっていう、なんだろうな、こう、家屋さんのその事実を静かにこう、なんていうのかな、まあ、そうなんだろうけど、なんかこう、そこ、そこは通過点だみたいな、なんかね、もうすでにね。 かわしていくみたいなニュアンスがあったんだよね、だから冷静で冷たいくなったよね、行動のある。うんうん、いい演技でしたね。そうですねなんかこう揺れないというかそう、揺れを表には出さなくなりましたよね、本当にね,ね。だから本当閉じてるというか、心の内を本当に明らかに。 出さなくなりましたよね。うん。歌詞にも出さなくなりましたよね。いや、そうなんだよね。うーん。ーいはい。いやだね、やだね。 <laughs> いやーこれ難しいですよね。こう戦国武将としては多分一回り強くなってるしバケてるんでしょうけど、ねうん、いや人間としてそれはいやどうなのかとか周りにいる人たちにとってそれはどうなのかみたいにちょっとやっぱりなんでしょうね。いいことばかりじゃないし、ま、もちろん悪いことばかりではないんでしょうけどんか幸せとはってなるよね。<laughs> なりますねこれそうで。 はい、で、次が26分。家康さんが信長さんをね、まあこうふ、富士や温泉でこう、もてなすぞっていう大もてなし大会、ね、大接待大会ですよね。で、あのー、もう、もう富士はもう、よし、これでよし、湯はなしだっていう。こうね、家康さんがこう、なんとかしてこうね、相手に入っていこうというか。<laughs> もう徳川家を上げて入っていこうとするね。そうですねあ。まあこれも強い行動だよね、これね。うんあ。もう気持ちうんじゃないもんね。<laughs> いや、そうですね、うん。目的があって、まあもちろんそれがなんかこう納得する、納得しないっていうのはあるけど、イヤ、うん、さんにとっては非常に大きな目的を掲げた、うん、ね、あの行動だもんね。うん、少らしい演技でしたね。そうでもう内心がどうとかじゃないところですよね。うん。うん 富士山が綺麗だった。<ー> <laughs> いや、見事な富士山でしたね。ああ。し、隠しの準備をしてる人たちはね、かわいそう。ここで待てって言われたから、いつまでも待つんだみたいな。<laughs> ね、日が暮れてもうね <laughs>、<laughs> 遅いなっ,つってな。<laughs> でも、そうですね。もし 途中でね、突然来るっていうことになるかもしれないですもんね、あれね。ああそれはもう、あ信長様のみぞだもんな。そうですよね。だからやっぱ待ってない、待機してないといけないですね。準備してないといけないっていう。<ー>いや、これ、また、つらいところですね。しんどいな、<laughs> しんどいよな。はい。ね、行くっていう権限も自分たちにはないしな。ないですもんね。<laughs> 放棄するわけにもいかないし。<laughs> そう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  <laughs>。 <laughs> みんな大変だよなそんな、ね、彼らがね、はい、32分家康さんとあの信長さんのたわけがあってその自分のねこう意見をちょっとねね なんていうのかもう違うんだぞと、うん、こうだぞって言った時も、手のひらを返したように、いや徳川の家康さんがね、うん、あのごもっともっていうところは、もう、これはもう、綺麗な手のひら返しの <laughs> 行動ですよね。<laughs> めちゃくちゃ素晴らしいですよね。相手に入っていこうとする。もう、あもう本当に完璧にサラリーマンですよね、うんまあ。サラリーマンが、サラリーマンがそう、全員がそうって言ってるってわけじゃないですけども、<laughs> まああのー、要するになんかこう、使えてますよね。 そうのすよね家康さんのこのわしが踊るっていうところってのはもう,うかっこいいな一周回ってこれだよなと思ったよねもうってこううだよよなって思うよねいやでもそうですね <laughs> でも本当にそうですね相手にもう100%、うん、なんていうんですかね相手の意のままにとにかく動こうとするう そうですね、いや分からんけど生きるってこうだよなっていうなんかしかもさその踊りもさ <laughs> あの、うん、まあまあもちろんねそもそもが踊れる人だしうん、うん、たださああやっても吹っ切ってさああいう踊りを吹っ切ったところでやるともはやかっこいいね、うん、もう拍手だねでそれを見た家臣団が一緒に踊るって何となくわかるよ俺は。いやでもそうですね。うん <laughs> うん、やっぱ覚悟がやっぱり伝わりますよね。伝わるよないい悪いとか自分が好き嫌いとかっていう次元にはもう俺たちはいないのかもしれないって思うよね。もう100%の太鼓持ちですよね。太鼓持ちを100%の力でやるっていう覚悟ですよ、ね。いやはね。そう。だからあの手のひらを返す速度も。 <だ>はい、相手に100%集中してるから、あれの速度で返せるっていう。いやいや、そう思いますよ、僕は。でもかっこいいですよ、やっぱり。貫いてますよね。貫いてね。うん、はい、で、最後ですね、42分。で、はいまあそんな家屋さんに、まあ、あそこまでぶち抜くんだったら何かあんだろうっていうところだよね、やっぱね。うん あの家臣団があのそろそろ本当のことを、ね、お聞かせくださいのところっていうところで、うん、飯尾さんがもうなんかこう、座った感じでね、俺は飲み仲を殺すす,すごい強い表現ですよね。いや、だからさ、あの100%太鼓持ちを仮にしていたとしても、社長を殺すって思ってる人、いっぱいいるな、あれな。<laughs> まあでもそうですよね。そういうことだよな。いつか絶対自分は天下を取るんだっていう、ああそのために今100%の力で太鼓持ちをするんだっていうああ。こ <laughs> れは、まあそうだよなって思うよな。いやー、ああすごいっすよね。すごいなー。うーもうなんかもう本当に強いまっすぐな、迷いのない、迷いのないっていうか、ブレもないっていうかさ。うん あのー、そーンって落ちてるような演技でしたね、いい演技でしたね。そうですね。ころっと変えたね、素晴らしいね。うん。うん、いやー、それを考えると、やっぱちょっとでも怖いですね。権力の奪い合いってやっぱでも怖いですね。いや、そこだよなー。絶対取ってやるんだ。だから100%太鼓持ちをするんだっていう。 このうちでは絶対に殺してやるって思いながらも、うん、相手の意味に沿ってやるっていうすごいですね、えーあ。今は関係ないんだっていうところも貫くもんな。そうですね。<laughs> 今を捨てようが何しようが <laughs> こいつを殺すっていうのはやっぱにそうだな生死がかかるとやっぱ強いなうん。もうだから半分死,ぬ死んでるんだろうね。 半分死ぬ気なんだろううねやっぱねいやそうです、ねうん、覚悟がやっぱ決まってますよねあ。やっぱセナさんを殺されたっていうか、まあ,まあ殺されたっていうかね、なんかセナさんを失った時点で半分死んでんだろうな。ああ、そうですね。決まってるよね、座ってるよね。うん、もう、うん、多分失うものはないんだっていうところですよね。いや、すごいところになってきますよね。うん、すごい強くなるね。うんあー いや、そんなどうする家康第26話のベストシーンをちょっと上げていきましょうか。いや、俺はもう、ここだと思います、32分からの,あの手のひら返し、家康さんと野村 <laughs> さんのたわけが、うん、ごもっともでございます。<laughs> 手のひら返しっていうのと、<laughs> やっぱその後のね、家康さんのこのわしが踊るっていうところっていうのは、強い行動のある、うん、もう強い演技ですよね、もうこうですよ、やっぱりもう仕事とはこういうものですよ、もう。 <laughs> <laughs> 何かを決めても突っ込むっての、ね、はこの辺の覚悟と気合と振り切る場所だよね。うん、いやそうですねこんなんもうめちゃくちゃダサくてかっこ悪いけどあそこまで振ってると手のひら返しさえかっこいいもんね。うん そこになんかみじんのなんていうのかなみじんの後悔もないというか当然だみたいな <laughs> そうですねだからもうかっこいいよねうんやっぱ決まってますよね決まってる決まってるうんえげつない決まり方してるいやそうですね怖いかっこいいもうそうですね人生全部をかけてるというかやっぱ覚悟決まってるかっこよさですよねかっこいいわうん そ,うそれがやっぱ家臣団をもう動かしていくというか。いや、そうだよね。うん、もう家臣団があそこにね、参加して、まあ、よう分からんけど、なんかあんだろうと思って踊るっていうのは、うん。な、もう分かるもんな。いや、すごいところですよね。ここまで決まってるんだったらやるぜみたいなな。うん、かう分からんけど、決まってるってことは分かるもんな。なんかなね、あの強い格好だけは分かる、ね。<ー>あるっていうところですよね。ガチ踊りだもんな。うん。かっこいいよ。ねえ。 何かをしろとも言ってないけど、<ー>何かをさせてしまうぐらい何か強い何かですよね。素晴らしいよね。いやー、かっこいいところですよね。<ー>はい、えー、というわけで、どうする家康の第26話でございました。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、この動画少しでもいいなと思った方は、チャンネル登録、グッドボタン、コメント、スーパーサンクス、ぜひぜひお待ちしております。どうぞよろしくお願いいたします。お願いします。